私はストリートで生まれた。お人よしのシスターに拾われて、教会で育ったんだ。こんなに汚れちまったから、もう帰ることはできないけど。あの場所は、たった一つの私の宝物なんだ。その教会が、今、借金の方に取られそうになってる。そんなこと許せねえ。絶対この大会に優勝して、賞金を手に入れてやるんだ。どんな汚い手だって使ってやる。そのために、すべてを捨ててきたんだから。どいつもこいつも、ぶっ飛ばしてやる。Let's have some fun, hanging around. Let's go to play fast and loud. Let's go and scream, let's go and shout. Oh baby, I wanna have some fun. Now Joey's gone. We need a chance, I need it now. Before work's just part of the past. We need a chance.Some fun.話になんない。その程度でよく私とやる気になったね。ミス・レベッカ・ウェルシュ。あ、先生。レベッカ・ウェルシュ、あなた学校休んで何をしてるの？先生こそなんでここにいんのさ。先生が聞いてるんです。どういうつもり？先生には関係ないじゃん。ほっといてよ。ほら待ちなさい。許しませんよ。やだ、私としたことが失礼。
なんでスクールガールがこんなとこに。調子狂うわね。はっ、私を舐めてかかるなんて。噂のデキシー・クレメッツも大したことなさそうじゃん。あら、そう。何でもいいからさっさと始めましょう。その前にちょっと教えてほしいんだけど。何？ねえ、何食ったらそんな胸になんの？うるさいわね。関係ないでしょ。かかってきな。ケンジ、教えてくれたっていいじゃん。Ugh!
行け行け。まさかデキシーちゃんを倒しちゃうなんて。楽勝だっての。あんた何何に見える。イカれた看護婦当たりねえ、私がもっと強くしてあげましょうか。なんかヤバそうな話に聞こえるけど。まあね。消えな。看護婦の世話にはならねえ。そう、残念。こいつなんかやばそう。あんたさ、柔道のメダリストなんだろ。なんでわざわざレスリングなんてやってんの。どうしても戦いたい人がここにいるから。もう一度その人と戦うために。何それ、バッカじゃないの。そうだよ、私格闘バカだもん。レベッカちゃんは。私はもちろん金のためだよ。そういうの寂しいよ。レスリングって楽しいよ。いいじゃん別に。あんたなんかに分かるもんか。あんたと私じゃ見てきた景色が違いすぎるんだ。
言うのさ、精一杯戦ったから昨日の私よりきっと強くなったと思う。だからバカじゃない？意味わかんないよでも試合中のレベッカちゃんはとっても楽しそうだったよ。応援してるよ、ガンバ。変な。あなた、とても強い人。誠、倒した人。そっか、あんたが誠が言ってた。アイグル、誠の敵討つ。覚悟いいか。敵だって、かっこ悪。でも、ちょっと誠が羨ましいかも。何？こっちのこと、行くよ。誠に続けてぶっ飛ばしてやる。Ah!
ハイグル、マコトと一緒にまた挑戦する。いいよ、今度は二人まとめてぶっ飛ばしてやるから。ちょっとマイク貸してくださる？レベッカ・ウェルシュ、もう逃がしませんからね。先生、どういうつもりなの？このままだとまた留年になりますよ。ああ、こんなところで言わなくてもいいじゃん。かっこ悪いな。格好なんて気にしてる場合ですか。もう早く学校に戻りなさい。ほっといてよ。私は何が何でも優勝しなきゃならないんだ。邪魔するつもりなら先生だってぶっ飛ばしてやる。教師に向かってなんて。許しませんよ。Thank you.
けるのね。ごめんね、私どうしても賞金を手に入れなくちゃならないんだ。なぜそんなにお金が必要なの？理由だけは教えて。私を育ててくれた教会潰れそうなんだ。だから誰かが稼がなくちゃ。どうして話してくれなかったの？先生には関係ない。これは私の戦いなんだ。だからさ、私みたいな落ちこぼれはさっさと見捨てて、もっと大事な生徒たちの面倒見てやってよ。じゃあね、ミス・ウェルシュ。見てたわよ、昨日の試合。先生をぶっ飛ばしちゃうなんてかっこいいわね。ああ、そうだよ。もう帰るところなんてない。どいつもこいつもぶっ飛ばしてやる。そうそう、その調子よ。今日は私が最後のテストしてあげる。この小娘が。何？私の生徒から離れなさい。先生。ミス・ウェルシュ、大切じゃない生徒なんて一人もいないの。あなたは私の誇りです。先生、私、思いっきり戦いなさい。そしていつでも学校に戻ってきなさい。先生。
生。ああ、ムカムカする。悪いけど、私そういうドラマ大嫌い。レディ X。
ぶっ潰す。よく頑張ったわ。さすが私の生徒です。さあ学校に帰りましょう。たっぷり補習をしなきゃね。それなんだけどさ、なんか私友達とかできて結構楽しくなっちゃってレスリング。そう、よかったわね。だからさ、レスラーになります。ってことで学校には帰んないから。あ、こら待ちなさい。先生、許しませんよ。